もこんにちは、ガチャです。私はですね、イスタンブール1日目の観光を終えて本日のお宿へ向かっているところです。いや、予約した時は気づかなかったんだけどさ、私のお宿結構な坂道にあるわ。今めっちゃ登ってる。土地勘なくって地図だけで決めると坂道の上に宿があったなんてこともたまにあります。今日はね、まだ夕方なんですけど、移動の疲れとかもあるので早めに宿に行ってゆっくりしようかなと思ってます。ガチャンネル。あ、なんか結構私の宿賑わってるところにありそうだな。目の前にレストランもあるし。あ、あったっぽい。このカラフルな建物だと思う。ここです、本日のホテル。You can take this room if you like, or this room. Oh. Oh. And this is good. Thank you. 部屋をね、2個見て選ばせてもらえたんだけど、私はこっちにしました。めっちゃすごくない？何このランプの数。うわー、綺麗。やばー。いやー、なんかこのベッド、貴族のベッドみたいじゃない？アンティークって感じだよね。いや、めちゃめちゃおしゃれな部屋。でね、バスルームがこんな感じ。湯船がついてるんだよ。もう一個ね、見させてもらった方が湯船なくてシャワーだけだったんだけど、ここ湯船あるから、溜めることもできるから、ここにした。今回ね、ここに3泊するので、今日早速溜めようかな。で、トイレがあって、洗面台、あ、ドライヤーがある。で、アメニティ。何がなんだ？あ、これシャンプー。あ？シャワージェル。で、これが石鹸だね。ってことはじゃああれか。コンディショナーない感じですね。はい、了解です。で、多分使わないけど、テレビもあって。はい、冷蔵庫もございますよ。はい、こんな感じ。冷えてるのかな？あ、ちょっと冷えてる。じゃーん、水もある、ありがたーい。鏡があって、これがね、棚じゃないや。クローゼットになってるのかな？開かない。あれ、開かない。え、開かない。え？あ、こうか。おーい、じゃじゃーん。おぉ。ハンガー。はい、一応3個ある。ハンガーは。オッケーオッケー。最高じゃん。必要なものはちゃんと揃ってるから。オッケーオッケー。でね、これで3泊3万。だから、1泊8950円だ。で、なんかいろいろ消費税とか、消費税というかなんかいろいろ手数料とか込みで3万ちょい。3万72円だね。で、外の景色は、はい、こんな感じです。なんだろう、隣。普通の民家かな。で、こんな感じだね。はい。ね、聞いて、今さ、トイレ入ったんだけどね、水流そうと思ってさ、押したんだけどね、うんともすんとも言わないんだよ。あれ？と思ってさ、聞いたの。まさかの引くだったよ。びっくりした。ガチャンネル。今からスーパー行きまーす。もう夜はゆっくりする予定なので、スーパーでいろいろ買い込みたいと思います。ここさ、ちょっと暗くて怖いんだよ。人が通らないと電気がつかないから。ちょ、怖い。やばい。あと部屋の中があったかかったから、上着を着てくるのが忘れてしまった。ねえ、何これ？こっちにもあるんだけど。ここにも、何？足がいっぱいあるよ。はい、スーパーあった。ここでーす。ここでちょっと買い物してきまーす。今後ろでニーホーって言われたし。野菜とかも売ってる。水を買おう、水。あ、でもコーラも飲みたいな。バケツサイズだよ、ヨーグルト。この辺は飲むヨーグルト的なやつかな。チーズもいっぱいある。ビスケットとかも買おうかな。とりあえず水。4.5？ ス
スーパーで買ってきたものを並べてみました。ちょっとね、これとこれはスーパーじゃないんだけど、まずね、これがジュースでしょ。で、これもジュースっていうかね、ヨーグルトだね。飲むヨーグルトみたいなやつで、これがチーズ。なんか一口サイズっぽくて食べやすいかなと思って買ってみました。で、あとはチョコレート。なんかね、これがさ、ほら、今日街でよく見かけたトルコのスイーツのチョコレートだから、ちょっと買ってみました。今日無事にイスタンブールに着いたことを祝って一人でプチパーティーをしたいと思います。まずね、これなんだけど、スーパーの帰りにケバブを買ってきました。ちょっとね、買って時間経っちゃったから冷めちゃったんだけど、こんなメニューにはドラムケバブって書いてあったかな。でも私はドネルケバブを買ったつもりでいる。外から歌声が聞こえてくるんだけど、何やってんだろう。まあいいか、ケバブいただきます。見えるかな、お肉入ってる。あ、待って、ピクルスが入ってる。あとこれジャガイモかな。なんか日本で食べたことあるドネルケバブとは具が違うから、やっぱりこれはドネルケバブではないのかな。でも美味しい。日本でケバブっていうとさ、ピタパンにお肉とキャベツが挟んであるのを想像するけど、いろんなケバブがあるんだね。だからそのケバブをね、今回のトルコ滞在中にいっぱい食べたいと思います。ちょっと思った、このチーズをさ、このケバブと一緒に食べたら美味しいんじゃないって。ちょっとそれやってみよう。このさ、チーズなんて読むんだろう。ハルミチーズ食べたかったんだけど、スーパーに売ってたんだよ。でも量が多くて、でしかもハルミチーズはさ、こういう風に分かれてなくて、なんていうの、ドーンみたいな、豆腐みたいにドーンみたいな感じだったから、一気には食べられないし、でも切るものもないから、ちょっとこれは無理かもなと思って。お、こっちに、嘘でしょ、嘘でしょ開かないじゃん、やば、最悪。開けるか。うわー、マジか、なんか尖ってるもの。あ、いった無理やり行きました。あ、あ、あ、ちょっと待って、これ一個ずつじゃなくて、もしかしてつながってる。まさかの綱でした。綱型でつながっております。こんな、マジか。あ、でもいいや。え、これこのまま食べれるやつだよね。あ、でも手でちぎれる。まずこれだけ食べようか。特に癖もない美味しいチーズ。今度入れてみる。うん、これは美味しいよね。絶対美味しいわ。うん、美味しい美味しい。合う。チーズとケバブを今一緒に食べたんだけど、これよ、これも忘れてた。これヨーグルトなんだけど、甘くないヨーグルト。なんかね、塩が入ってるとかつってたかな。だから多分これをケバブと一緒に食べても絶対美味しいと思うんだよね。すごいゆるい、トロトロ、なんか飲むヨーグルトみたいだ。うん、確かに塩が入ってるヨーグルトって感じだ。うーんいやー、なんか普通の甘いヨーグルトに慣れてる人間などちょっとあまり美味しく感じないかも。でもケバブに合いそうなヨーグルト。ケバブを食べてで、ヨーグルトを飲む。うん、よくわかんない感じ。これはあれかな、料理とかに使うやつなのかな。どうなんだろう。普通にこうやって飲むだけのものなんですか。よくわかんないんですけど。おチャンネル。続いてスイーツタイム。何からいこうか。まずジュースからいこうか。両方ともアプリコットにしちゃったんだけど、これにはちょっと訳があって、最初に行ったスーパーではこっちを買ったんだよ。でもね、私が飲みたかったジュースは、この読み方間違ってるかもしれないんだけど、ギメス、このジュースが飲みたかったんだよ。でも売ってなくて、最初のスーパーに。で、その最初のスーパーに売ってたこのジュースを買ったんだよ。で、帰り道にちょっとちっちゃい売店みたいなとこがあって、そこ覗いたらあって、これが。なんで買ったんだよね。で、アプリコットが2つになっちゃったっていう。まあいいのいいの。アプリコット好きだから。せっかくだから飲み比べしましょう。じゃん。じゃあまず最初に買ったこの緑の、これはミスっていうものか。MIS? ミス?こっちから行きます。緑の方から。うん。美味しい。で、こっち、ディメス。あ、
ちょっと待って、全然違う。あ、なんかこっちの方が甘い。もしかしてなんか下に甘さが溜まってんのかなと思って今振ったんだけど、ちょっと待ってね。うん、甘い。こっちは甘さ控えめかも。でもなんだろうな、こっちの方がリアルなアプリコットって感じがする。こっちは甘くして美味しいって感じる気はするけど、でもなんか作られた甘さみたいな感じだからね。私はこっちの方が好きかな。うん、でもこっちは子供が好きそうな感じの味でもね、両方美味しい。ちょっと次はこの大物を行ってみたいと思う。これほんとね、いろんなのをね、ちょっとずつちょっとずつ入れたから一回全部出すね。お皿があればいいんだけど、ちょっとお皿ないから。はい、こんな感じです。このマカロンとかはさ、もう外から見えるところにあってめちゃめちゃ気になってたやつなんだよ。柔らかい。で、これがなんだ、人参かな。これがね、なんか硬いんだよ。何なのかはよくわかんない。でね、これが猫の舌って書いてあった。多分ね、グミだと思うんだよね。で、この辺はね、多分チョコレートだよね。これが謎なの。なんかこのマッシュルーム、これもね、硬いのよ。で、これもなんか卵みたいな、これも硬い。でね、このマッシュルームは街散策してる時にこれマッシュルームがいっぱい箱に入って高級そうな感じのお土産で売ってた。謎だ、何なんだこれはっていう。で、あとこの細長いやつね、これ多分グミだと思って私は買った。で、あとこれはもう食べ慣れてる、なんて言うんだっけ、これ小石チョコっていうのかな、石に見えるチョコレート。もうこれは絶対に美味しいだろうってことで買ってみた。最初はやっぱこの気になる大物から行こうか。この硬いのなんだろう、人参食べてみようか。怖いな。いきます。あ、かじったらそんなに硬くない。なんだこれは、白い、甘い、なんだろう。ん？これヌガーって呼ばれてるやつかな。ちょっと私もヌガーあんまり食べたことないから自信ないんだけど、マシュマロとかではない。なんかね、それなりに弾力があってふわふわではない。なんだろう、ヌガーってことにしとくか。でもね、すごい甘ったるいとかそういうことはない。結構美味しいかも。あ、ちなみにね、これ全部で280リラだったかな。だから1500円ぐらい、約。ちょっとこのマシュマロもいってみるね。こっちはね、柔らかいんだよね。プニプニ。うん。こっちはマシュマロです。わかりやすい。マシュマロだ。うん。美味しい、美味しい。この猫の舌もいってみようか。多分グミだと思うけど。あ、結構待ってる。硬い。やばい。え、待って、伸びちゃった。硬い、これ。関係ないね、これ。前歯で噛もうとすると歯持ってかれるよ、これ。硬っ。あ、でもグミ。味はね、なんだろう。何味なんだろう、これ。え、不思議。ちょっと酸味がわずかにあるような、ないような。今これ全部食べるとね、多分私の口の中が甘くなって大変なことになるから、まあ味がわかりそうなチョコレート系は、ちょっと明日以降の私のおやつにするんで、ちょっと気になる味がわからなそうな、ちょっとこのマッシュルームとかも食べてみたいから、それだけ食べて今日は終わりにしたいと思う。マッシュルーム行ってみます。あ、これは硬いぞ。あ、チョコだ、チョコレートだ。チョコレートになんか白いものがコーティングされてるって感じ。あ、美味しい、普通に美味しいチョコレートです。この金銀も気になるから、ちょっとこの金だけ食べてみる。多分チョコだと思うんだけどね。うん、ナッツが入ってるチョコです。予想通りだ。最後ちょっとこの赤い棒だけ食べます。多分グミだと思う。ん？これはグミなのか？ん？これはグミなのか？なんだこれは。いや、グミではないな、これは。なんか中に入ってるんだけど、あ、ラムネの味がする。これ何？知ってる人、これは何か教えてください。なんかね、駄菓子っぽい味がする。最後このチョコレートを食べます。こっちはさ、そのトルコのスイーツ味だっていうのはわかるんだけどさ、これがなんだ？なんか私には枝豆にしか見えないんだけどさ、なんかピスタチオっぽいね。こっちから行こうかな。じゃーん、こんな感じ。あー、甘い匂いがする。食感も楽しめる。でね、思ったより
甘すぎない。すごい甘ったるいかなと思ったけど甘すぎなくて美味しいわこれ。あ、これお土産にいいかも。てかさ、このサイズ感がいいんだよね。じゃあ次こっち行きます。こんな感じです。ナッツがぎっしり入ってる。美味しい、美味しいナッツのチョコレートです。あ、私こっちの方が好みかも。美味しい、最高。やっぱねチョコいいね。はい、ということでね、私は約1日ぶりにふかふかの布団で眠ることができます。明日も朝から動き回る予定なのでゆっくり休みたいと思います。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。